気になるところからつける。だいたい気になるところが幅の広いここの頬骨のところはシミが私もできやすいんです。そういったところからしっかりつける。一日一日ってこうやって小鼻に沿っていいですか、みんなぼーっとしちゃダメですよ。あ、ほらこうやってやって、はい、こうやって、そう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 、こうやって縦に動かしていきますよ。そしたらここの頬骨の下を通って首の鎖骨のところに落としていく。ここがこうもっぽりするときあるでしょ、小鼻の横が。それはリンパが溜まっていって老廃物が溜まっちゃう。それをそのままにしちゃうとどん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 顔が大きくなっていっちゃうから、ここはよくマッサージしてあげなきゃ。ほっとくとこの流れたところが最後まで流れきれずに今度はうわーっと散らばっていくんです。これが多分だから、しっかりと意味があってマッサージをする。とにかく手のひらで、絶対に手のひらでこう一回一回プツプツって切れないように、いい顔に沿っていって上にリフティングするように、リフティングするようにマッサージをする。これが重要なんです。